色のキューブ、綺麗ですね。Hello everyone, and welcome back to Azure Lane Crossway, where we last left off, stuff had gone wrong. And now we're probably going to try figuring... Weird sound. What happened?Okay, now this is a safe for work channel. Kinda. なんで、どうしてまたこの夢なの。やっと平気になったと思ったのに。生きてるサメが来る。怖い。ダメ。そこ泳いじゃダメ。Okay. 優しくて能天気な島風ちゃん。あなた、サメが怖いの？お願い、避けて。うん。うん。すごい。海に流れて。あなたが好奇心で誘い出した一匹のサメさんは、不幸にも大昔に誰かが設置した機雷に引っかかってしまったのね。でも。これはただの事故じゃない。あなたがそこまで悔やむ必要はないのに。私があの日何もしなければ。あらら、反省のしすぎで思い詰めているのね。だけどそれなら変ね。あなたつい最近も似たようなことをやらかしてるじゃない。さあ、建物の地下まで来なさい。私があなたをより正しく導いてあげるわ。はい。え、島風、夜中にどこへ行く気？って仕方、感じ悪い。うん。That's definitely strange. スルガ、静かにしてほしいぞ。雪風様は就寝されたがっているのだ。まだアタコさんたちも戻られてませんけど。いいのいいの。あいつらみたいな夜更かし勢はどっかに出歩いてるから、付き合ってると朝になるのだぞ。ほら、綾波を見習うのだ。That's an interesting way to snore. 私も偽装の整備やめて休むか。島風のことはいいや。So that's where...あの子、この見えない壁の奥にいるわ。おこぎさん。そうだ、島風、スルガ殿にも言わずに出てきちゃったな。真面目なのね。大丈夫よ。後で私からみんなには説明しておくから。今はこちらへ向かってくれるかしら。わかりました。Totally not suspicious of anything. 地下に着きました。明かりが消えてますね。暗い方が都合がいいのよ。突き当たりの部屋まで来てくれるかしら？はい、入ります。でもここは空き倉庫のはず。違うわよ。その先は海でしょ？ここは。そう、つい最近の演習ね。その時あなたはどうしたのかな。私は精錬艦を追い、みんなを危険な目に。それだけじゃないでしょ。
みんな沈んでしまったのよ。あなたがセイレーンを引き寄せたせいでね。That's not right. 髪の毛。これ、アタゴさん。そうよ。よくわかったわね。最後の瞬間まで味方を一人でも逃がそうと懸命に頑張ったアタゴも、あっけないものだわ。だって、髪しか残らなかったんだもの。That's just mean. What a way to start this, huh?達成化した神経元の電子信号をパルスとして映像記録開始。ニューロン相互信号伝達に乱れあり。ニューラルネットワークに照らし合わせた場合のパーセプトロンは酸素より特に変動なし。既存の内分泌システムエミュレートに換算した場合の誤差全て想定値再更新して比較誤差4パラメータ以内ダメか覚醒の兆候は一切なしただ悲しんでいるだけ、ごめんなさい。この程度だとは思わなかったの。すっかり怖がらせてしまったね。観測はこれで終了よ。さあ、悪い夢からはもう目を覚ましましょう。それで何もかも元通りよ。あら、アク、ソク、ザン。あらあら、今ので障壁の発生装置は全て壊したわ。姿を現せ毒物。お前計算外だわ。楽しい。 Yep, in the figure。 うわ、おぞましいのが出てきたな。君がこの事件の黒幕かい。今答えていただかなくても結構。不法侵入者という時点でじっくり取り調べされることになるのでは。2、3、4、8人か。団体様でのお越し、わざわざありがとう。そしておめでとう。私の予想よりみんなの到着は5分12秒も早かったわ。それは、この雪風様のおかげなのだぞ。悪者が装置を隠すような場所はなんとなくわかるのだ。ずいぶんたくさんあって面倒だったけどな。量産型は用意できなかったですか。寝起きだろうとあれくらい壊すのは容易です。今のあなたは袋のネズミ。いえ、袋のタコでしてよ。おとなしくした方が賢明ですよ。深夜にこれ以上手荒な真似はしたくありません。まずは人質を解放していただきます。皆さん、アタゴさんも生きてる。よかった。人質。ああ、この子のことね。みんなのところへ行きなさい。いいんですか。もちろん、後ろから撃ったりもしないわ。なんなら後ずさりしながら戻る。島風ちゃん、早く戻ってきて。私、そこの彼女には刀でご挨拶しないといけないから。感染が敵との勝負で刀剣に頼るとは。感心しないわね。会場なら同意もするのだけど、
ここは屋内だから神様も見て見ぬふりをしてくださるわきっと。そういう理屈なのか。おまけに屋内だと誤射したら危険だしね。いいわ、許す。セイレーンが何をのんきにくっちゃべっているの。この人数を相手に逃げ切れるとでも思うか。皆の者構え。待ってください。争うのはやめてください。え、ほら島風は元気です。だから誰も怪我をしないうちに。今日はどうしちゃったの島風ちゃん。セイレーンは危険な相手よ。身をもって分かってるでしょ。変ね。後遺症でも出たのかしら。ねえ、何か他に異常はない？めまいはしない？あなたこの子に何をしたの。そもそも相手の容態が気になるくらいなら変なことはおやめなさい。世界中があなたたちには迷惑しているのよ。そうもいかなくってね。だいたい今日みたいな実験、仮に公募しても参加してくれる人は誰もいないでしょ。当たり前だ。さっきはなんてひどい映像を見せてくれたんですか。お、今度はちゃんと言葉の矛先が精霊に向いたな。そうよ、私なんかあなたのお話の最中ですでに倒されてることにされてたりね。聞かれていたか。ナレーションでのフォローが足りなかったかしら。ええ、ちっとも足りていない。というより全くひどい構成。Really? That's your problem with it? Sense が感じられないわ。アタコさん、怒るところそこですか。というか、島風以外にも聞こえてたんですね、あの語り。まるっと騙されてた自分が無性に恥ずかしいです。ねえ、そもそもどうして私だけ名指しだったのかしら。納得のいく説明はいただけるの。この子の記憶を除いたら、アタコ、あなたが強い人として一番上に登録されていたから、ノーハの揺さぶりに使わせてもらった次第よ。練習の成果。なるほどね。それなら許す。何をほだされているのかしら。アタゴ。ああ、ごめんなさい。Yeah, we have big issues too. 島風、あなた本当に元気そうね。おかげさまで。元気なだけが自分の取り柄ですから。結構なことだな。我々が心配しすぎたようになってしまうぞ。これ建物内、他全員の避難完了いたしました。誘導は無事に済んだ。アタゴ、ミラ、ブツカ。まあ、まだこちらは済んでいないようですね。セイレーンが健在とあれば私も援護をした方がよろしくて。何か様子が変ですね。ベルバスト、今の状況を報告してもらえます。ええ、それは先ほどからご歓談が続いておりまして。そろそろお茶のご用意でもした方が良いものかと本気で悩み始めていたところでございました。どういうことでしょう。ごめんなさいね、しっかり長居をしたわ。こんなに大ごとになってしまうとは思わなかったの。もう邪魔はしないから、大演習もぜひ続けてちょうだい。島風、 PT キューブはこのまま預けておくわね。はい。どうやら客人が帰られるみたいよ。みんなの道を開けるな。平気よ、守りが薄そうなところから勝手に通るわ。あっ、見た目によらず早いぞ。それで私のところをお願いですか。このタイミングを待っていましたわ。ベルファスト、綾波、クリーブランド、今よ、頼みますわ。わざと隙を作っていたのか。Of course they do.
このまま出番がないかと思ったよ。とりゃー鬼神竜一の太刀、ただでは返しません。避けきれなかったか。偽装ボディの損傷 50% 強。最高よ、あなたたち。待ちなさい。結局逃げられました。収穫はこの偽装の一部だけ。I mean, that's impressive on its own, right? くらいは、セイレーンにもおとなしくしていてもらいたかったんだがな。
合同大演習をこのまま開催続行するかどうか、憂鬱な打ち合わせをこの後やることになっているよ。頑張ってほしいにゃ。かがあってこその呪文にゃ。いやー、おだててもボーナスは出してやらんぞ。Of course. I wonder how much Suruga just listens to everyone and doesn't say anything. Mendo. I missed one. 反対のためになるといいけど。はい、高尾ちゃん、刀は返すわね。ああ、どうしたの？夜を徹しての警備はさすがに高尾ちゃんでも答えちゃった？いや、これくらいは何でもない。お前が精霊に挑みに行ったようだと避難誘導中に聞いたからな。顔を見るまで気が気ではなかったぞ。まあ、そんなに気を使ってもらえるなんて、同型艦としては光栄の極みね。別に何も心配するような場面はなかったわよ。過信は事故の元になり得るからな。今後はより一層注意するように。はい、高尾殿、機関の軍刀を携えているだけで勇気が100倍でした。それから島風を助け出してくれてありがとうな。あいつは今後拙者の愛弟子にする予定なのだ。それは楽しみね。Just leave them alone. Suruga is really good at leaving other people alone. I wish she was my friend. Sometimes. No, there are plenty of times in which I wish people wouldn't leave me alone.It's kind of weird. Anyway. 怪我人が出なかったようで本当に良かったです。もうみんな大活躍だったみたいじゃないですか。ジャベリン、いいところを見せられなくて残念です。いいこと、ジャベリンちゃん。縁の下の力持ちも大切な役目なのよ。セントルイスさんはお綺麗だから誘導係にうってつけでしたね。フットさんにはかないませんけど、お上手ですね。照れてしまいます。There are different kinds of beauty. お二人のカリスマオーラが眩しい。私も何でもできるマルチジャベリンにならないと。次また頑張るといいですよ。次もあるのか。どうかしら。もうセイラーにはお越しいただきたくはないですね。Yeah, that's fair. 謝るほどのことじゃないわよ。ジャベリンは本日の合同大演習でバッチリ株をあげちゃいますからね。Yeah. そのことなんだけど、セイレーンの一件で合同大演習中止になるかもしれないって。なあ、それは困ります。演習に向けて練習したのに。フットさん、反対しに行きましょう。これは獣王の方々が決めることでしょうけど、個人的に私もこのまま終わってほしくはないですね。わかりました、ジャベリン、頑張ってきますよ。はい、たぶん Is that everything? I think that's everything. Also, kind of amusing how you can move over land, but the bridge with space to go under. No, that's a no-no. Ara, Suruga, じゃない？よく無事でしたわね。どうも。皆様もお元気そうで。私はセイレーンが来たと聞いた時点でもう震えが来ました。Of course おしゃぶるいってやつなのだぞ。ええ、
そういうことにしておきましょう。Yeah, probably for the best. これはどういう集まりなんですか？この後すぐセイレーンの来襲を受けての緊急会議が後ろの部屋で行われますのよ。会議に呼ばれなかったメンバーがこうして扉の外側でこっそり聞き耳を立てているという実に微笑ましい構図なのだ。つまみ出されそうだな、おい。雪風の言うことは近からず遠からずですわ。セイレーンの出現に備えてホール前の警備でしたよ。より正確には廊下警備ですよ。人通りも多くて楽しいです。付き合っていきませんか？特に予定もないし、そうさせていただきます。Fair enough。スルは少し人付き合いが良くなりましたわね。ひょっとして島風の影響？ Probably。 そういえば島風ちゃんは部屋に戻った後起きてた？私が部屋を出た時はまだ寝ていましたけど、起こしてきましょうか。おー、会議に出ることになってますのよ、島風。大丈夫かしら？こんな重要な会議に出るのか、島風。ますます時の人になっていくな。I don't think that's the right。セイレーンに直接やられて大変だったからな。ギリギリまで寝かせておいてやるのだぞ。Probably。サメさん、今は天国にいるんですね。成仏されて何よりです。ネプー Wait, what? Really? I did not expect that。 おはよう、朝だよ。今日も一日張り切ってこう。うわ、アラームが鳴ってる。そうだ、寝落ちする寸前に会議のことを聞いたんでした。シマカセハソネパラーム。もう会議が始まっちゃう。急がないと。虹色の BT キューブ、あの人から持っていろと言われた。私とスルガ殿の守り代わりに持っていきましょうか。 Right, protective charm。 それでは皆様、一部参加の方もおられますが、帝国になりましたのでセイレーンの出現を受けても緊急対策会議を始めさせていただきます。 Of course。 すみません、念のため質問させていただいてもよろしいでしょうか。よいぞ。議長が私で本当にいいのでしょうか。セイレーン周りでのお話の主導は鉄血に行っていただこうと前々から考えておりましたから。我々はセイレーンに対しての知識の絶対量が乏しいからな。専門家に統括していただいた方がいいという考えだ。私も異論はございません。あの人が来ていないのは少々意外でしたけれど。ビスマルクさんは、その自身はあくまで付き添いに過ぎないという立場でおられまして。はい。鉄血の代表はこの税23が務める。多少未熟なところもあるけど、私が補佐をするから安心してちょうだい。 And print screen that。 That's amazing。 ではまず資料を皆さんに、これと議長。はい、書類は私が配るわ。あそこに座って。どうも。いいえ、失礼いたしました。嬉しいな。ロークタウン姉さんに怒られていた頃を久々に思い出すよ。なあ、赤城、いかがされましたか。長くさ、世が普段赤城からどう見えているのか、少
少しだけ分かった気がする。それは何？お手元に資料が行き渡ったかと思いますので、まず、はじめに…あれ？これ…議長？はい！書類、逆さになってるわよ。あの、オイゲンさん、ニーニー、いえ、議長がかなり緊張しているようなので、これを差し入れたいです。これはお菓子ね。はい、中央の目つきがくれた飴さんです。リラックスできると思うんです。さよなら。議長殿、ここで小休憩を挟ませる。気持ちを落ち着けなさい。はい。1分だと足りないかも。噛みなさいよ。議長、出発前にローンがくれたトマトジュースでも飲む？あ、ぜひ。全23様、こちらをお使いくださいませ。出発前に何かもらってくる。私も出発前にコンコードから何かもらってくるべきだったかな。リスタンバイであるからして、今回目撃された人型のセイレーンはこれまでに観測されたことのない新種の個体であることはほぼ間違いがありません。死体は直接セイレーンと交戦された皆様に譲りますが、現時点での脅威は低いものと総合的に判断いたします。いかがでしょうか？先ほどまでとは別人のようだな。あの子も夜通し働いていたしね。少し飲食をして気が楽になったんでしょう。これまでのセイレーンと今回のセイレーンには多くの違いが認められます。量産型の機体を用いておらず、戦闘が目的でなかったであろうことは私も支持します。本体を捉えた映像はございますか？動画ではありませんが、キャスが逃げる際に防犯カメラが撮ったものがあります。改めて見ても恐ろしげな偽装ですね。この偽装も新型と思われます。他のセイレーンと区別するため、便宜上別の名称をつけておきたいですよ。そうですね、議長としても賛成します。では案を公募する。はい、そう考えていたところでした。どなたか案のある方は挙手をお願いいたします。カナさん、タコレディで。次の方はどうぞ。このままでは無理か。全面的にない。マガト様。何かダメ。エンターフェイスはその後ベンディーと、この場にいないトーニーへの配慮があるという点は個人的に評価したいですね。容姿の実態についてもよく言い表せていると思います。ただ会議の議事録や資料にタコという字が連綿とすることについてはいかがかしら。次の方にお願いする。それでは。すみません、すっかり遅くなりました。島風、体調は平気なの？休んでいても構わないの？大丈夫だってことを言いたくて来ました。今はどんな時代でしょうか？タコレディというワードの是非について話していたところで。いや、その話はもういいから。一時的に別の話題で盛り下がっていたところですよ。島風さん、席は私の隣でどうぞ。そこはうんと偉い人の座る場所なんじゃ。私なんかそなた殿ならまだしも。平気ですよ、私からしてそんなでもないですからね。一緒に頑張りましょう。
帰ったの。セイレーンの人ですが、実験の結果を集めてるみたいでした。戦闘はせず、単に情報収集をする観測者、オブザーバーなのかもしれない。その可能性は十分ですね。そしてその故障、しっくりきました。先ほど決まらなかった故障にぴったりですね。議事録に記しておくわ、議長。ファンが、ふてくされます。空母らしくなさいわ。私は…では、一番肝心な話題に移りたいと思います。このまま合同大演習の開催を続けることに問題はないのか。参考までにセロンは開催維持を希望する声が優勢です。まあ、スポンサーの息がかかったアンケートですので、そこまで当てにはできませんけど、うん、鉄血の情報網をもってしても個体オブザーバーが得意な存在です。彼女は島風以外に危害を加えなかったとか、データ収集にしか興味を示さなかったようです。繰り返しになりますが、危険度自体は低そうです。もう邪魔はしないとも言っていました。オブザーバー個人としてはそう。しかし他のセイレーンはどうかしら。彼女がどれくらいの立場のものなのでしょうね。セイレーンの組織図はわからないから、仮にある程度上の立場のものとしての発言なら気休めにはなるが、ただ投げ飛ばしいのは、現状では突然現れたオブザーバーの侵入路さえつかめていない状況下で、相手の宣言は安全の根拠とすることなのだから。議長、発言の許可をお願いします。オブザーバーとの交戦中、彼女の理想の部位を損傷させることに成功しているわ。あ、そうです。綾波も頑張ったです。あれは見事だったな、うん、危ないところご苦労だった。その偽装について何かあるのか。今はビスマルク自ら回収した偽装の分析を行っている。官僚の暁には貴重な情報も持っている。しかも、まあ、それもあってあの人はこの会議に顔も出さないのですね。ほんと研究熱心なんだから。彼女からの情報次第では今後のセイレーンの乱入にも対策が取れるかもしれないという。それに加えて、yep.皆様、ロイヤルからは警備の強化にご協力する用意がございます。誠ですか。はい、こちらのベルファストの姉エディンバラという者にロイヤルメイド隊を引き出せ、会場の警備を一任させます。自陣よりも大演習を優先してくれるのか。痛み入るぞ。ロイヤルメイディとしてはセイレーンのためにこの合同大演習が中止になることは恥だと考えております。開催続行のため援助は惜しみません。素晴らしいですね。それでは議長として決を取らせていただきます。我々はこのまま演習を最後まで続行します。反対意見はありませんね。可決されました。これにて解散したいと思います。皆様お疲れ様でした。イエーイ。あ、島風、やっと終わったのね。中で何かあったのかと思った。ちょっとは心配だったんだぞ。さすがに疲れました。駿河殿の方は何事もなしですか。はあ、あれ、私はそうだな、肝心な時に熟睡してたし、人の誘導もろくにできず、今の会議には呼ばれなかった。これが何か。いや別に、誰も責めてはないじゃないですか。何なんですか、もう。時の人は偉そうだな。
まあいいよ。私の代わりに目立ってくれたら助かるし。そうですか。島風、ちょっと風に当たりたいので先に行ってます。何さ、調子に乗ってるんじゃないの。 Not really。No, estoy controlling solo, guys, ¿eh? I wonder if that's based on... Akachi no onegai kiite hoshii nya. Yeah, how about no? Mata kiite shimaimashita ka?I'll buy one because there's an achievement for it, but it's not exactly very good. Anyway, that's not what I was here to check. I guess I can really check the formation from here. It did add more people to recruit, so that's nice.I'm still going to sign up for her though. Because of course I will. There it is. Oh, yeah, there are some new. Okay. It doesn't seem like it lets me change the formation from here, so.Just take a quick look around. Oh, hey, forgot to move the mouse away again. Should really stop going down. お疲れ様、議長殿。もう、からかわないでくださいよ。正直、鉄血に帰りたい気分なんですから。ダメよ、あなたが代表者なんだから。はあ。ポルシェさんって。正直な感想を言うけど、昔の私なんかよりもずっとうまく司会をやれていたわよ。本当ですか。ホイゲンさん、そんな見えすいたお世辞はやめてくださいよ。世辞と受け取るかどうかはあなた次第。私が本心から言っているとしたら、ニーニこそ失礼なんだけど。いや、テリサット。そうですね。それでは改めまして、ありがとうございます。どういたしまして。キッパーもこれくらい素直だといいんだけどね。大丈夫ですよ。オイゲンさんのお気持ち、お姉様はご存知のはずです。だといいのだけど。Let's get that Continental, best the fuck off. Pretty much. なあ、皆さん、楽しそうですわ。何か交換していらっしゃるようですね。イラストリアス、対戦用のトレーディングカードだよ。避難中とかやることがないからカードで遊んでたんだ。そうしたらこんなに集めてる人と出会えて幸せなの。おかげさまで幽霊さんデッキが超強化されたよ。生属性以外には無敵なの。ロンさん以外でもこのカード売ってるんだね。いろんな人と交換できて嬉しい。ピン、はい。回復アイテム、肉まんのカードはいる？いる。カードでも肉まんは大好き。私、いっぱい新しいカードが手に入ったから、早速お仕事に入りたいです。整理整頓のお仕事なのでしょうか？少々違います。
フォートランド様がおっしゃっているのは、カードの絵柄の部分にご自身の妹の写真をトリミングして貼り付けていく作業になります。ああ、そうなんです。攻撃カードも防御カードも支援カードも全てインディーちゃん仕様に生まれ変わっていく。フォートランドの楽しみ方は上級者用だけどね。何事も人それぞれだよ。フッタ様もシグニットちゃんでこういうことをやったりするのでしょうか。ハーミーズならわかるかしら。今後のために私もルールを教えてもらえませんか。お、いいよ。じゃあ初心者に最適な清き光デッキを無料で提供して死んぜよ。さあ入って入ってお邪魔します。よっ。どうした。あ、セルガ殿。出会っちゃったか。他に誰かいるわね。おお、島風ちゃんに聞いてますよ。みんなの噂の鶴ヶ殿って人ですね。ああ、開会式で見たわね。この王冠があるわ。いや、鶴ヶさん、この愛くるしい生き物もどこかで見たわ。ああ、入場ゲートで君のパスポートを。あの時は本当にありがとう。島風ちゃん曰くこの人は結構できるらしいですが、すでに尊敬に値する相手ということです。ユニコーンちゃん、テンション高いな。ユニコーンがパスポートをなくして困ってたところ、拾ってくれたのがこのセルバお姉ちゃんなの。って大恩人様じゃないですか。ロイヤルの一員としてものすごくありがとうございます。どうも。そっか、セルガ殿やることやってましたね。ごめんなさい。そんな取ってつけたような謝罪ならいらないけど。ああ、もう、ああ言えばこういう。あれ、二人はプライベートでバトル中なのでしょうか。そんなところです。まあまあ気楽にやりましょうよ。ずっとピリピリしているだなんてジャベリー全力でノーを突きつけちゃいますからね。みんな仲良く。どうかお気遣いなく。こいつとは お願いします。 Come on, listen to Unicorn. Yeah, just like that. いつの視線がじっと私を見つめてくる。何よこのプレッシャー。そうですよ、セルガ殿は口が悪いから。だからって喧嘩はダメだよ。ユニコーンちゃんの言う通り、喧嘩したままだと船かっぷりが合同大演習を通じて全世界に中継されちゃう可能性があるんだよ。確かに。 That's a good point. そうね。あ、どうしたのよ、王冠ガール。合同大演習ってセイレーンのせいでこの後中止になっちゃうかもしれないんでした。会議はどうでした。出席されたんですよね。はい、ご安心を。無事続けることになってますよ。わー、よかったー。ジャベリー、ほっとしました。ね、合同大演習はみんなで仲良くしているところを世界にアピールするのが一番大事だと思うの。ユニコーンは島風ちゃんとセルガお姉ちゃんのこと詳しく知ってるわけじゃないし、二人の喧嘩の理由も知らないよ。でも入場ゲートで私が見かけた二人はとっても仲が良さそうだったよ。だから
三者から見てそうなら仲良しごっこに戻った方が不要な注目を浴びなくて済みそうですね。怒られました。徐々によりを戻すわけですか。仲良しごっこ。島風はトラウマとか一切なさそうで羨ましいよ。あ、そう見えます。ふーん。大丈夫ですよ、ユニコーンちゃん。二人の表情をよくご覧になってくださいな。明らかにさっきとは違ってますよ。いや、少し火花が飛んでるようにも見える気がする。確かにさっきより楽しそうだね。はい。今度はどうされたんですか。ジョーベリー、面白いこと思いついちゃいました。Oh no. Oh no, it's something that involves Sakashi. It involves Sakashi, of course it can't be a good thing.私たちは先に会場へ行きましょうか。あ、いや、グッドポイント。それではユニコーンさん、また後で。イエーイ。おう。ご覧、嬉しいですかも。これソファーか。さっそくセレブです。グッドな。ああ、面倒。Question mark, huh? But first... It seems several people are talking together. お二人にはぜひお会いしたいと思っていましたわ。演習開始前にお話できて幸いです。イラストリアスと申しますわ。お目にかかれて光栄です。こちらこそ、世界親善試合ではあまりお話しする機会がございませんでしたので。Yeah, that is that's しかし、拙者たち二人は、ロイヤルの皆様から少なくともよくは思われていないと感じておりましたが、それではあえてこちらから切り出しましょうか。レパルスさんとウェールズを航空攻撃で破ったあの作戦はお見事でしたよ。大変恐縮です。二人ともしょげて帰ってきましたけど、珍しい負け方をしたということでねぎらいましたの。それが今や航空攻撃の重要性も認められるようになり、貴重な戦闘試合に参加できたことを今では喜んでおりましたよ。そのように述べていただけるとは、かたじけない。私たちは戦争が起きそうな時もいつだって回避してこられたのです。今日この後の演習も対等の立場で頑張りましょう。お二人は今日の演習には参加されるのでしょうか。そうですね。誰かの艦隊にお呼ばれしたら参じようとは考えています。手合わせする機会があれば何とぞよろしくお頼み申す。ええ、楽しみにしております。それではごきげんよう。Right. Should I get one of them? Good question. I mean, I probably need to grind a few points. I mean, I could get one of them right now. But priorities. I must give my priorities. As my soul as it is. Sometimes. Anyway, anything else? まだ開始時間までには少し余裕があるわね。タイアルシェードで十分か。I just realized how long this episode's been running. おっと、曲がり角で人にぶつかるとこだった。避けれてよかった。大丈夫ですか？大
丈夫です。で、今の動きだけでも分かりましたよ。相当な実力の持ち主だとお見受けしました。お互いこの合同大演習で切磋琢磨し合いながら、さらなる高みを目指しましょう。え？あ、はい。議長、お疲れ様です。島風、やめてください。もう会議は終わっています。議長じゃないですからね。すみません。ちなみに、この人が駿河です。言われてみれば、昨日の演習にも出られていましたね。島風のお話通り、立派なお方ですね。ねえ、島風。あなた、会う人みんなに私の話でもしているわけ。I think he's more than just a meeting. あなたのことを話すのは不思議じゃないでしょ？あ、そう。あ、ちょうどいいところにいたにゃ、スルガ。ね、何か？今日の合同大演習は、獣王とロイヤルの皆様との対抗戦ということにしたにゃ。横からすみません。対抗戦ですか？どういう風の吹き回しですか？ロイヤルのジャベリンが提案してくれたにゃ。陣営対陣営の方が見る側も参加する側も応援がしやすいはずにゃ。そうですね。私と島風でキューブを取り合う流れにでもなったら泥仕合になりそうですし。もしそうなっても虹色のキューブだけは奪わせませんよ。あ、そんなキューブもあるのかにゃ。しっかり集めているようで感心にゃ。何よりキューブを集めやすい環境の方が合同大演習の本当の目的としても何でもないにゃ。それで私のことが何か対抗戦と関係してくるんですか？うんにゃ。駿河には中央艦隊の旗艦を務めてもらうにゃ。Ah, poor Suruga. Ah, poor Suruga. Okay, well, I think that's long enough for an episode, for two episodes even. We'll probably have to cut it up at some point, so yeah, I hope you all have fun, and I'll see you next time. Bye!